新聞レ連というのは恥を知るべきだ。動画をご覧いただきましてありがとうございます。陳長芸でございます。えっとですね、あの、新聞社の方々、まあまあ日本のマスコミの方々がですね、作っている労働組合にですね。 日本新聞労働組合連合というのがあるんですね、でこれはあの略して新聞労連というわけです。でこれはですね、えー、とどちらかというとというかです、ね、まあ、非常にまあ左側系のです、ねまあ、組合であって、ですね、まあ、マスコミ自体が基本的に左ですからね、まあ、そういうような組合なんですけれども、先日、ですね、その新聞労連のですね、えー、南明さんという委員長がいらっしゃるわけですけど、その方のですね、まあ、名前でですね、声明を出されたと。えー、それはですね、喧嘩折り報道をやめようと。 まあいう、まあ、名前でですね。まあ、玄というのを他国への憎悪や差別を煽る報道というようなですね、決めつけを行って、まあ、こういうようなことに手を貸すのはやめましょうと、まあ、いうようなことをですね、声明として出されていたというわけです。でですね、私は、あの、これを見てですね、まあ、若干の怒りが湧いてきたんですよね。お前たちがそういうことを言うのかというふうに思ったわけなんですよ。で、えそれはどういうことかというと、 あんたらはずいぶん反日を煽ってきたんじゃないのと、韓国や中国に行って、ね、日本がこんな悪いことやってきたんですよっていう反日を煽ってきたんじゃねえのと、そんなことをやっていたあなた方が、嫌韓についてはずいぶん言うんだねと、それはなんなの、そのダブルスタンダードは、っていうふうに思うわけです、でちなみにこの南明さんってことは、朝日新聞に入社した方です。 日本のマスコミというのはです、ね、まあ、新聞社なんか特にですけども、1982年とかにはです、ね、教科書問題とか煽っていたりです、ね、まあ、靖国参拝問題であるとか、慰安婦問題とかですね、まあ、こういうようなものをバン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 煽っていたわけなんです。 で、まあそういうような実現はねですね、つい最近もあってですね、えー、まあ例えばですね、えー、愛知県で行われた愛知トリエンナーレというところでですね、えー、その中でですね、表現の不自由点というようなものが行われていたんですが、おまあそれがですね、えー、まあいろいろな抗議があって、まあ中には犯罪まがいの脅迫があって、結局取りやめになってしまったということを批判していると。片っぽでですね、ほぼ同時期に7月のまあ下旬頃にですね、兵庫県の方の百貨店でですね、 自衛隊のですね、その、まあ、ブースを出して展示をしましょうということに対して主婦連の方々がですね、圧力をかけて辞めさせたわけです、この主婦連というのは共産党系の主婦連ですけどね、で、そういうようなことに対してはですね、一応報道はするんですけど、繰り返し報道しないわけです、で、このようにですね、日本のメディアがやっていることは、自分たちが望む方向に世論を誘導するために、自分たちが望む記事、まあ、望むような方向報道に関しては繰り返し報道するわけです。 そうじゃない記事については、一応報道はするんですけど、一回だけこう報道して、ですねあとは知らんぽいするわけです。これはあの後で言われた時のために、ですねそのアリバイ工作のためにやってるわけなんですけども。 こういうことをやっていたのが日本のマスコミなわけです。で、このマスコミの方が所属しているのがこの新聞ローレ連の方です。だから、こういう新聞ローレ連の方々がですね、そして委員長のですね、南明という、ね、人物がですね、け、え、ん、ー、をあるのはやめましょうなんていうようなことを言ってるっていうのはですね、えーまあ、ムン・ジェイン大統領の言葉じゃないですけど、盗っ人竹田記にも程があると、まあ、私は思うわけです。 まあ、あの、この中でですね、あの、事例が書いてあってですね、ええー、そのお、情報番組でコメンテーターの大学の教授が、あ日本のお観光客、女性の観光客がですね、あの向こうで、まあ、暴行を受けたということを、まあ、捕まえてですね、日本の男性も韓国人女性に対して暴行しなきゃいけないと、まあ、いうようなことを、まあ、事例として挙げています。あの、ちなみに、陳調義はこの発言については、まあ、全くもってとんでもない発言だと思いますし、これを、まあ、訂正するということは当たり前の話です。まあ、ご本人はあまり訂正してない みたいですけどこれはもうとんででももない発言です、まあ、これはもう全くその通りなんですけど、こういうのは例外中の例外です、一般ではそんなことは行われていません、新聞漏連の声明というのは、ですね日本において、ですね嫌韓が煽おられてるとか言いますけど、実際問題は嫌韓が煽おられてるわけではないわけです、なぜならば、ですね日本の嫌韓というのは、韓国の反日に対して行われているからなんです、つまり韓国が反日するがゆえに、日本側が韓国を嫌いわけです、反日されたら嫌うのは当たり前でしょって言ってるわけです。 そういう日本国民の意思に、まあ、ある種のっ取ってというか、ある種、まあ、あ迎合している部分はあると思いますけど、そういうことを代弁して報道するというのはですね、普通の話なんですね。日本国民の怒りというものをそういう報道が、そういう吸い取ってですね、記事にするというのは当たり前の話なわけです。そういうものさえもですね、やっちゃいけないっていうんだったら、それは言論弾圧でありですね、日本国民の意思を無視したような報道だということになるわけです。 もちろん報道というのはですね、国民の意思に則っ,ってやらなきゃいけないということはないわけです。だから別にやらなくてもいいわけです。国民の意思に反するようなことをやってもいいわけです。でも国民の意思に合致するようなことをやっても構わないわけです。それこそまさに表現の自由であり、報道の自由なわけです。そういうようなことをですね、 自分たちと考え方が違うからといって、えー、その、朝日新聞出身の新聞老齢の委員長さんはですね、えー、そういうことを弾圧して、えー、さ、その、報道させないようにするのっていうのはですね、この人たちは本当に報道機関の人間なんだろうかというふうに思ってしまうわけです。先ほど言いましたよね、あの、日本の嫌韓意識というのは韓国の反日ということによって、まあ、それに反映して、喧嘩意識というのが生まれているわけです。つまり、韓国の反日は先であってですね、日本の嫌韓が先にあるわけではないです。それに対する反映なんです。 だけど、ですね、今回のですね、新聞ローレンの声明の中には、ですね、韓国の反日に批判している部分が全然ないわけですね、これはどういうことなんだと、実際、日本において、嫌韓なんて大して行われてないわけです、そういうような報道が行われていて、ですね、日本人の中に嫌韓意識が高まっているのは事実ですけど、日本では不買運動も行われていないし、交流停止も行っていないし、ましてやです、ね、地方自治体が条例を制定するなんてことは一切やってないわけです。 だけど韓国では、ですねそういう風にですね不買運動を一生懸命煽って、ですねそして地方自治体はですね日本の地方自治体との交流停止を行ってです、ね、挙句の果てに、です、ね、プサン市だとかソウル市ではですね先般企業だというような、勝手にレッテルを貼って、ですね条例まで制定してるわけですよ。こんなことをやってるのは韓国なんですね。 だけどそれに対して、ですね、この新聞ローレンの声明は何も言ってないわけです、あなた方は韓国の反日には何も言わないのに、なんで日本のその嫌韓だけこんなに問題にするのか、ね、それこそがお前たちのダブルスタンダードなんではないのかと、こういうことが新聞ローレン、もしくはジャーナリストやメディア、マスコミの人間たちのですね、えー、その不信感を、まあ、募らせてるんではないのかということがですね、あなた方は分かっていないんではないのか。 そして最後に言わせていただきますけど、なんで韓国のですね、反日については何も言わないで、日本の嫌韓だけこれだけ取り上げるのか、日本の新聞労連がこれだけそういうようなですね、声明の中で一生懸命取り上げるのかっていうのは、ですね、これは日本のマスコミのですね、日本人差別の構図だからなんですよ。 知識人、日本のマスコミだとかですね、日本の知識人、まあ、大学教授とかですね、弁護士さんとかですけど、まあ、私は弁護士さんと大学教授と日本のメディアの人間というのがですね、3、まあ、大左翼だという,ふうに思っているんですけどこういう人たちにとってみるとね、何が生きがいなのかというと日本人を差別することが生きがいなんです。彼らは先ほど言いましたた、ね、の人間たち。 つまり昔のマルクスレーニン主義的な考え方を持ち、進歩革新的な価値観を持ち、今はリベラル的な価値観を持っている人たちです。で、こういう人たちというのは自民党的な価値観と、まあ、真っ向からぶつかるわけですね。特に現在の安倍政権的な価値観とぶつかるわけです。で、彼らはどういう人たちなのかというと、政治的な敗北者、負け犬なんです。政治的な負け犬なんですね。で、つまり、まあ、選挙において自民党がいつも勝つ。で、そうすると野党は負けるわけです。 で、こういう人たちが応援してるのは野党なんです。大学教授であるとか弁護士さんとかもそうですね。もちろん全員が全員じゃないですよ。そういう傾向があるということなんです。で、そうするとですね、彼らは当然のことながら悔しいわけです。で、その悔しさというのをですね、なんで晴らしていたのかっていうと、日本人を差別するということなんです。 日本人を差別し、日本人を罵って悪口を言って、そしてそれが日本のメディア、マスコミ、えー、ジャーナリスト、まあ、そういうような人たちのです、ねえーまあ、喜びであり、生きがいであり、価値観なんです。彼ら、マスコミというのが、先ほど言いましたように負け犬であると、それは自民党に敗北しているわけです。自民党は誰が勝たしてるのか、そして誰がメディアを任せているのか、左翼を任せているのか、それは日本国民が任せているんです。 日本国民が自民党に投票することによって左翼陣営を拒否しているわけですつまり日本国民を彼らは恨むわけですその日本国民に逆恨みをして、えー、その日本国民の悪口を言う日本の悪口を言うことによってですね彼ら自身のストレスを解消しているわけですそのためにはですねいわゆる日本の反日ということにお墨付きを与えてくれる必要が必要なんですそれは韓国であり中国なんです つまり日本人差別をするために反日勧告が必要でありそのために日本国民が嫌韓意識を持つことはマイナスになるわけです日本国民が嫌韓意識を持つことによって反日的な報道をすると売れないでしょう自分たちの支持が集まらないでしょうだから日本国民が嫌韓意識を持たないようにそういうふうに扇動するためにこういうふうな新聞漏れの人たちというのは嫌韓はいけませんよということを書くわけです だからこそ彼らは韓国の反日はいけないことですよとは書かないわけです。これが彼らの言いたいことなんです。日本のマスコミというのは左翼です。左翼というのは戦後の日本の政治的な負け犬です。政治的な負け犬というのはそういうストレス、さ、そういうものがたまる。悔しいわけです。だからその敗北したことのさをですね、どっかで晴らしたいわけです。それが、いわゆる韓国なり中国なりのシルマに乗って日本を攻撃する、その反日なんです。 彼らがやってるのは日本人差別です。そして日本人差別するために反日韓国が必要なんです。そして反日韓国の影響を強めるために日本人が嫌韓意識を持たれては困るんです。あなた方こそが差別をやめろ。日本人差別をするために反日を煽るのはやめろ。そして日本人を侮辱するのはやめろ。韓国の反日を黙認しているあなた方に日本の嫌韓を批判するそんな資格はない。 あなた方こそが差別主義者であり、あなた方こそが人間関係を破壊している超本人なんだということをですね、ぜひ理解していただきたいなというふうに思います。えー、動画を聞いていただきましてありがとうございます、えー。またですね、下の方にブログ、ツイッター、ラインアドトスつけてあります。登録していただいたらありがたいなと思います。あと新調芸の方、ブログの方ですね、えー、ライブの方の引っ越しをしました。下に URL をつけてありますけど、そちらの方をご覧いただきいただけるとありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。